オルリスタットは、肥満治療薬の一種である。海外ではロッシュから、ゼナッカル、グラクソスミスクラインから、ありの商品名で販売されているが、日本では製造承認されていない。類薬に、セチリスタットがある。アメリカ合衆国における治験の結果、1年間の投与により5%の体重減少が見られた、成人が60%、10%の、 体重減少が見られた成人が27%であった。一方、儀役群では5%体重減少が31%、10%体重減少が11%であった。なお、食欲は抑制しない。日本国内においては知見があるいは、製造承認申請中である。傾向服用により、腸内のリパーゼに作用し、 結果的に腸管からの脂肪の吸収を阻害する。吸収されなかった脂肪は代弁として肛門を介して排泄される。使用性ビタミンであるビタミン A、D、E、K、β カロテンの吸収も阻害されるので、これらビタミン類の摂取量を増やす必要がある。特に、β カロテンとビタミン E では、結晶中濃度が統計的に優位に減少したため、 オルイスタットとともに毎日使用性ビタミン補助剤を服用するようにという勧告をアメリカ食品医薬品局は支持している。また、蒸気のように多くの脂肪が排泄されるため、ワックスエステルを多く含むバーラムツなどの魚を大量に摂取した際のように脂肪が肛門から漏れ出したり便意がコントロールできなくなるという問題もある。ありがとうございます。